水戸岩手コラボ配信後編スタートです。後編はじゃあ僕が MC というか、はい、ですね、はい、昨日と服同じですか？ああそうです、一緒です。やめましょう、そのまま撮ったとかやめましょうね。ああそう日本撮り日本撮り、うん、顔もなんか本目です。でも昨日よりちょっと黒いかな。いや変わらないです、変わらないです、はい、変わらないです。じゃあ行きますよ、はい、そんなことはさておき、そんなことはさておき、一応トークテーマがあります、ね、あ昨日と違ってはい、いやいや後編のトークテーマは社会貢献活動です。おお、漢字読めた。読めます、ありがとうございます。僕で言えばユートシート、はい、ムタ君で言えばパスアボールプロジェクトなど、はい、まあ社会貢献というか、はい、そういった活動をされていると思うんですけど、そちらについてなぜやってるのかであったり、はい、どのような思いでやってるかっていうのを深く掘り下げていきたいなと思います。はい、じゃあそのまま僕質問してもいいですか？はい、まずそのパスアボールプロジェクトっていうのを僕も SNS でちらっと見たり、ちょっとリンク飛んで見たりしたぐらいしか分かってないんですけど、どのようなプロジェクトですか？パーク SSC っていう、会社じゃないですけど、そういう社会貢献活動とサッカーを組み合わせた会社さんにちょっとご協力じゃないですけど、たまたまこう知り合う機会があって、まあ、自分自身こうちょうどコロナになって J リーグが中断するぐらいから活動っていうのをやり始めて、やっぱコロナでこう、なんかサッカーだけやっててもじゃないけど、うん、サッカーって正直なくても別に社会って成り立つし、間違いない、うん、でもサッカーがないとスポーツの意義ってなんだろうって考えた時に、うん、いろんな方にこう還元していきたいな、自分のプレーを通して還元していきたいなっていうところで、うん、このプロジェクトは、サッカーボールを僕が、ゴール決めるか、うん、勝利する、ブルージャが勝利するかで、サッカーボールを僕が1個購入して、うん、で、その、パーク SSC っていうところからボールを1つ買うと、自動的にそのパーク SSC から、うん、世界の恵まれない子供にボールを届けてくれる。そこに届けるんですね。っていうシステムがあって、はい、だからそこに1個届けてくれるのと、僕の手元に来る1つのボールを、盛岡市内の僕は、その児童養護施設だったり、はい、そういう子どもたちのところに届ける。まあ、だからその届けることによって、そこの子どもたちとサッカーを通して触れ合ったりとか、うん、やっぱりちょっとしたこうイベントで、を楽しんでもらう、いいっすね、イベントがあるってなるとね、ちょっとこう気分も変わったりするし、うんうん、まあ、同時にそのもう一個は世界に届けてくれるから、うん、まあ、世界とつながれる、うん、ボール一つ を通してやっぱり同じそういうこうなかなか恵まれない子たちがいる中でも、うんうん、お互いがサッカーでボールをこう追い回って走ったりするのを同じ時間にやってるかもしれないし、いいっす、これなんか世界とのつながりっていうのを感じてもらえたらいいなと思って、うん、そういう活動を始め、今2年かな、いい、ね、うんうん、だから1回のゴールもしくは勝利で2個購入されるんですか？そう、でもそうですよ、購入は1個やけど、あー、なるほど、パーク SSC が持って行ってくれるから、うんうん、だからその自分のプロジェクト関係なくパーク SSC のボール買えば、はいはいはい、自動的に1個届けてくれるっていうシステムになってる。すごい、それ僕のプロジェクトにこう参加っていう形じゃなくても、うん、僕のインスタとかから飛んでもらって、そこから好きなボール選んで買えば、うんうん、世界にも送ってくれる。こう、自分自身でもこう世界とつながりを持てるっていう意味ではすごいこう
一般の人というか、サッカー好きな方も、すごいおしゃれなボールも多いし。そうっすよね。可愛いボール多いなって見てて思って。だから、こう、世界とのつながりをすごい感じられる、そういう会社さんなんで。誰でもできるって点がいいなって。おで、やっぱり子供たち、例えば子供がサッカーしてて、サッカーボール欲しいって言って、うん。例えばそのボールを買えば、でも1個そういうの届いてるんだよっていう、一つの学びにもなると思うし、世界にね、なかなかちっちゃい頃にこう世界に目を向けることって難しいやん。難しい。テレビとか見てても、やっぱり自分がじゃあ子供の頃、まあまあサッカー選手とか見てたらちょっとああいう世界があるんだなと思うけど、うん、同年代じゃないけど、うんうん、そういう人とつながれる機会ってなかなかないし、ないすごい素晴らしいなと思って、やってます。かっけえ。素敵だ。なんかチラッと見たんですけど、ムッティ以外にも同じようなやってる選手ですか？そうそう、いますもんね。初めてその紹介してくれた選手だったり、うん、女子のリーグの選手も始めてくれてたり、うんこう結構いろんなとこからチームで少年サッカースクールとかやってて、うん、ちょっとどうなんか入れたいです、そのボール入れて子供たちにそういう機会をっていう話もあるし、やっぱこうみんな自分もそうやけどサッカーを通してなんか社会に対してプレーだけじゃなくていろんなことやりたいけど、うんうんうん、何をしたらいいんだろうっていう選手結構おるやん、うん、そうですね、います。そうそう、そういう人もうまくこう活用してくれたらいいなと思うし、うんうんうん、なんか全然違う活動でもいいけど、いろんなことをね、やってみようって思うでもらえればいいかなと思って。めっちゃ素敵。めっちゃ素敵。めっちゃ素敵やん。っていうところかな。まだまだこう、まあ、今年に限って言えばなかなか勝ててないから。うん、なかなか難しいけど、難しいというか、うん、そういう現実はあるけど、まあでも試合に勝ちたいっていう気持ちがそういう子供たちにもっていうところにもつながってる部分はあるから、うんうんまあ、本当にやってて、うんまあ、充実感じゃないけど、うんうんまあ、もっともっと課題は出てきたりするけど、もうやってよかったなっては思ってるかな。逆に森選手のユートシートはどういう、うん、僕のユートシートはもう三くんと一緒でベクトルは子供たち向けなんですけど、サッカーに興味のある親子向けに作った招待シートです。ーホームゲームに今シーズンは5、6試合。昨シーズンは月に1回ほど招待してたんですけど、なぜやるようになったかって言ったら2つ理由があって、1個はこの、僕自身もコロナ中断期間で、水戸ホーリーホックがエンゲードっていう、エンゲードさんの、で、ギフティングサービスを取り入れたことによって、ありがたいことにたくさんのギフティングをさせてもらって、していただいて、で、この、してくださったギフティングを何か還元したいなと思って、自分に使うんじゃなくて。だったら子供たちのために使いたいなって思ったのが一個あって、で、もともと、僕グランパス小学校の時からずっと入ってるんですけど、それこそ招待シートみたいなのを、うん、奈良さんとかやってたじゃないですか、うん、やってたんですよね。なんかそういうの見てて、わすげえこれかっこいいなみたいな、子供ながらに僕もし自分がサッカー選手になったらこういうことやりたいなって思ってて、うん、じゃあそのちょうどエンゲードさんで、リフティングも集まったし、僕のやりたいっていう夢もあったんで、それを叶えちゃおうって思って、うん、昨シーズンから始めたのがこのユートシートです。なるほど。そう、
こうやってみての感想は、なんか僕自身が子供たちにパワーをあげたいって思ってやったんですけど、うん、思った以上に自分がパワーもらうなっていう、うん、これ結構あるじゃないですか。うん、あるね。なんか喜んでほしいって思ってやって、でいざやっぱ対面するんですね、スタジアムで。その時に結構嬉しいこと、嬉しいというか、いつも応援してますとか、頑張ってねって言ってもらえるだけでも、やっぱりちょっとパワーになるし、うん、そういった部分では本当にやってよかったなってすごく思います。うん、なるほどね。うん、まあ、やっぱその還元したいじゃないけど、うん、やっぱ今までこういうのやる、うん、結構さ、自分、うん、まあ、自分やん、うん、で、そうです、うん、得られるものって結構自分に対してが多かったけど、やっぱそうやってこう、うん、子供とか周りの人のためにプレイしようと思うと、うん、結構プレイって変わ、なんか変わるよね、うん、めっちゃ変わります。ほんまに還元しようじゃないけど、今までもサッカー教室とかも行ったりとか、やっぱファン、サポーターの皆さんのおかげでっていう気持ちは常にあったけど、うん、実際にそういう活動をして、うん、本当にこう感じることができる、そういうトシートとかもそうやし、うん、実際にこう来てもらったりして声かけてもらうと、まあ、本当になんか身近に感じるしさ、うん、間違いないです、本当に、うんうん、あと本当多分余計に感じるくないですか。もともと名古屋とかいたじゃないですか、僕もっていうの、うん、ある意味本当にビッグクラブで、うん、この距離感っていう部分では多分今の僕は水戸で、うん、やっぱ全然違うわけで、うん、よりなんか近くで、なんかアットホームはすごい、グランパスに比べると本当アットホームで、うん、サポーターのおじちゃんおばちゃんも、うん、おう頑張れよみたいな感じで応援してくれる感じって、うん、ある意味こっちもフレンドリーに接しやすくなるというか、うん、そっちの方がなんか求められるんだろうなっていうふうに思ったからこそ、よりこういうことを意識してやるようになったなっていうのがあります、うん、それはあるね、うん、でそれが余計に、ね、パワーにもつながるし、うん、って思ってます。うん、だからなんかチームのなんかイベントとかもさ、うんうん、やっぱイベント入れられてさ、入れられてっていうか、イベント入るとさ、うん、ちょっとまあせっかく休みたいのにとかさ、うんうんうん、思ったり昔はしたこともあるけど、うん、やっぱなんかそういうイベントに、なんでそのイベントがあるのかっていうとこもさ、いや間違いない、うん、選手は考えんといかんし、その先に、うん、イベントの先に何があるのかというか、うんうん、本当になんか、いやサッカー関係ないやんみたいなイベントもあるけど、ね、そういうその先に何があるのかっていう、自分たちがそういう存在ってあるのは、存在っていうのはね、うん、常に得てプレイしないといけないし、本当そうですね、うん、それがまたプレイ絶対変わってくるから、うん、頑張っていきましょう、うん、それはやっぱ J リーガー全体が、うん、J リーガー全体がちょっと言い過ぎやけど、まあでもちょっとでもね、なんかそういうみんなが本当にそういう存在やから、 J リーガーって間違いないっす。そうそうそう、やからもっとこうね、全然アピールしていいと思うし、プレーだけじゃなくても、うん、そういう夢を与える存在っていうところを、うん、自分自身でね、もっともっと意識してやっていけば、また子供たちもサッカー選手になりたいだろうし、うん、なりたいと思ってくれるだろうし、うん、大谷君にはやっぱね、負けてられない、サッカー界も負けてられない。別にね、やれますからね、本当にやれますからね。あの、なんて言うんだ、抽象的やな。夢や感動を与えることは僕らでも絶対できるわけじゃない。うん、二刀流も三刀流もできるからな。
そっか。それはちょっと違う。それはわかんないけど。だから、頑張っていきましょう。そういう活動は続けて、うん。継続的に。はいはい。そう、続けるのがやっぱ大事やからね。何がこう、なんか感じれん。何こう、本当にこれで合ってんのかなみたいな感じることもあったりするし、なんか、じゃあ、なんか、帰ってくる、みんながみんな喜ぶとは限らんし、でもやっぱり自分がしたいと思って、やることって絶対意味あるし、学べるし、もっともこういう輪をね、広げていければ、いいかなと思います。やりました、うん。ちょっと僕も点取ったパスワーボールプロジェクトやらせていただきます。これ約束しましょう。約束ね。この場で。はい。じゃあ俺が点決めた俺ユートシートで試合見るわ。いや、見に来ないでください。いつか。見に来る必要はないんですよ。ああ、じゃあだ、もうなんか。一緒にやりましょう。なんかね。その時。そうやね。なんかやろう。ぜひやりましょう。はいはい。まあ、ありがとうございます。いえいえ、お互いにこうやって、なかなか違うチームでね、うん、こういう話をする、チームの取り組みに話す機会ってないんで。ないですね。うん、すごいいい時間でした。ありがとうございます。はい、そろそろ、じゃあ、お別れの時間になります。はい。僕から改めて試合情報をお知らせします。9月10日土曜日、岩手グルージャ盛岡と水戸ホーリーホックが岩銀スタジアムにて6時キックオフで対戦します。前半戦はアウェー、水戸のホームかな。アウェーの試合は 3-0 で水戸ホーリーホックが勝利したので、今回グルージャのホームでは自分たちがなんとか勝利をもぎ取れるように頑張りたいと思います。スタジアムに来るのがなかなか難しい方もいると思うので、ぜひ、ダゾーンで応援していただけると嬉しいです。森選手、じゃあそれでは最後に熱い意気込みをお願いします。はい。いや、なんかできればね、一緒に出て対戦したいなって結構マジで思います。前期は僕もムッティも出てなかったし、今までもね、ニアミスもなかったですかね。いや、あったで。京都の天皇杯で。あ、京都の天皇、水戸の軽くね。うん。そうだ、そっか、あの時か。懐かしい。だから、次はリーグ戦で、また、対戦して、次も水戸が勝てるように、僕自身も試合に出れるように、頑張りたいと思います。三田選手はいいですか？そうですね。僕は、まあ、試合の方もぜひ楽しんでもらいたいですし、自分たちがこう、このことを知ってる、昔から知ってる人ももしかしたら見てるかもしれないので、僕たちの成長っていうのを見てもらいたいですし、まあ、なかなかこう、公式戦で仲のいい選手と戦えるのってすごい楽しいし、うん、やっぱワクワクするんで、まあ、そういった面も自分たちは楽しみながら、試合をしたいなと思うので、ぜひ楽しんでもらいたいですね。うん。ぜひお願いします。ぜひお願いします。じゃあ、それでは、皆さんとここでお別れです、ご視聴していただいた皆さん、ありがとうございました。またスタジアムで会いましょう。さようなら。